ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ、キュウリバトンにしてみた。本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになりまして、はい、今週末ね、試合を控えてます。実はその中で前回の試合で足に違和感を覚え、その後また練習動画を皆さんに届けている状態なんですけれども、そこまで悪くなかったよっていう、はい、皆さんにお話ししたんですが、じゃあ今試合に出れる状態なのっていうのを本日決めます。ということはスパイクを履くってことですか。持ってきました一応。アップの段階でって思ってしまったら履かないです。ちょっと雨も降ってて、こういう天候だと足きしむ系なんですよ。あ、はいはい、気圧とかの問題であるじゃないですか、湿度の問題とか。もしかしたらいつもよりデリケートな足になってると思うんで、今日決めるって覚悟してきたので、このアップ段階で練習の内容で出るか決めます。なるほどね、すごいね。これ動画にしちゃうのよ。しちゃいます。 YouTuber ってさ、ある程度さの動画撮る前にさ、構成を決めて、こういうシナリオでやろうみたいな感じだけど、俺らないから。ないですね。これで決めるという、はい、台本がないという、はい、Q 案件の時だけです、台本の。俺ら割とない方だよね。ない方だね、うん、走るか。走ろう。マイマイ。まあ早速と、はい、が今反対した。そうなんですよ。おいあいつやってるわ。おい。ギリ映った。逃げてたからずギリ映った。はい、はい、ということで今回も日産のウェア来てまーす。じゃじゃーん。いや、かっこいいねこれね。うん、てかさ、大好評だよね。俺も自分たちがいいと思うものを皆さんに届けてるんだけど、環境今回結構いいよね。いや、めっちゃいい、うん、びっくりしたわ。めっちゃいいからみんなこう食いついてくれるじゃん、うん、しっかりさ、字幕にもさ、概要欄で買えますよみたいな、うん、どこで買うんですかって。なんてみたいな。何を見てるんだろうって思うんだけど。見てないでしょ。逆にね。見てない。逆にね。よしかの色違い、はい、僕が黄緑で、よしかピンクですけど、はい、昨日自体詳しい話聞いてないんで分かんないですけど、今結構風強いじゃないですか、うん、前通さなくないですか。確かにこの生地感はそうかも。多分色付きの部分とこの黒い部分で生地変わってるね。変わってるね。ここ風通さない、横風通すみたいな、通しがいいみたいな、うん、気になる方いたら、うん、今回概要欄にあります。はい、概要欄にあるから。コメントでどっから買えますかってやめてね。絶対聞くなよ。絶対聞くなよ。概要欄。ダッシュで行こうぜ。そうだね。どう、流しの状態は。運動、足は良くなってきてる。最初の流しで抜ける感じはね、全くなくなってきたかな、うん、しっかり踏めてると思います。テンポで走った後とか、うん、ここに80で走ってる。口痛いね。あ、本当？めっちゃじゃないけど、はいはい、そういう意味での吐き慣れはできてないんだけど、こそ練してて5280書くんだけど、最強。あ、最強最強。やっぱ短距離ってさ、全速部分でつかなきゃいけないから、うん、そうですね、うんうんうん、少しでもかかと寄りの設置になると絶対許してくんないから。なるほどね。気持ち悪いのそれが、その設置が、はい、逆に全速部分でしっかり設置してパーンって返ってくると気持ちいい。へえ。と同時に測定も痛い。測定が痛いのはテンポでこそれにしたからってことだよね。テンポでもだね。うん、うん、コーナーが一番痛いね。直線だと全く痛くないんだけど、コーナーだとずれるじゃんね、やっぱ腰は下がる、うんうんうん、っていうガチレスを挟みながら、今からちょっと軽くショートダッシュお願いします。はい。むしろ動き良くね。え、気のせい。むしろめっちゃ動きいい気がするんだが。怪我っぽいっつって、まあ約2週間近く結構落とし気味の練習で来られてましたけど、逆に疲労が抜けてめっちゃ動き良くなってる気がするんだけど。え、めっちゃいい。動きめっちゃいい。めっちゃよく見えた。なんかむしろ疲労が抜けて体動いてんじゃねえかぐらいの。そうなんだよね。やめた方がいいんじゃないっていう意見も多いと思うんだけど、うん、三好さんが今言ってくれた通りで、疲労を抜けて日体で最高の出力を出した後の疲労抜けの一番いい状態、うんうんうん、2日目のカレーみたいな状態なんで。ああ、なるほど、うん、めっちゃ分かりやすい。出るはずなんですよタイムは。なるほどね。走ればね。なんだけどやっぱり怪我は絶対しちゃいけないと思ってるから、はいはい、ちょっと迷ってる本当にこれは。そうだね。練習もしてましたちゃんと。10秒77出してからすげえだらけた生活じゃなくて、モチベーションもまだ意外と保ってて、うんうん、練習もやってたんで出れる状態であると思うんで、パフォーマンス的には体の状態だけっていうところでちょっと皆さん見ていただけたらと。はい。ちょっともう一本いきます。はい。まず11秒台の面影は全
全くないね。10秒7の選手の動きでもない気がする。なんかもっと上の短距離選手って感じ。言い過ぎかな。長年まあ俺も短距離選手今日見てきたんで、言い過ぎでもない気もするんだよな。シエさんいいよ。ちょっと雨宿りしようか。オッケー。ダッシュで行こうぜ。やめる。やめますか。うん。ほう、やめる。今スパイクを背中に背負って行くんだねって思いながら今俺はカメラを構えたんですけど、やめますか。やめる。理由はいい動きができてる時は、うん、そこまで気にならないんだけど、何回も走ってるとか出力すごい出してきたりとかするとやっぱこう自分の求めてる動きずれる時あるんですよね、うん、痛い。痛いんだ。リーチアウトしてるって言ったら、はいはいはい、例えばやっぱこの辺なんで、はいはいはい、なるほどね。真下です含めてちゃんとした動きができてると痛くないんだけど、加速乗ってきて勇気がこう前に出てくるって感じ。うん、はいはい、痛いんだ。出てきてここはないんだけど、設置するとちょっと、あー、はい、足出ちゃうと、はいはい、まあ、僕も完全にリーチアウト脱却できたわけでもないので、こうやってたまに出るんですよね、動きの中で。うん、なるほどね。完走できる。うん、多分10秒9ぐらいでいけるんじゃないかな。今はそこじゃないと、自分の中でも。俺もそうは思う。でもあれだね、バイクを取り出して背負うってことはおっきりきりは悩んだんだね。ちゃんと持ってきたんだよ、みんなマックスブレー持ってきたんだよ、ちゃんと。どうしよう、それちゃんと持ってきたんだよっつって、そこでバナナ取り出したら今日の動画終わってたそこまでちょっと頭に持ってきました。はい、まあでも最近その周平が結構いい練習してて、ずっと俺今まで検証企画とかで周平 50m 簡単にこう走らせてたんだけど、なんかようやくその出力を出すことの大事さとか怖さみたいなのも、なんか最近ほんと周平のそういう言葉を聞くようになってちょっと分かってきて。今更か。いやいや、 50m1 本ぐらいいけるでしょって今まで本当に思ってたけど、本当に最近それ分かって、 50m 検証企画、あ、これ簡単にやろうって言っちゃダメだなって本当最近ねめっちゃ思ってる時と場合によってはきつい、うん、あ、時とかだとさ出力出ないじゃないですか、うん、はいはいはい、だと何本でもいけちゃうんですけど、はい、しっかりした練習の中だと怖いね。いや、もう TKD は多分そのレベルまで来てるんであの、いや、マジで俺はね思ったね、さっきの流しというかショートダッシュ見て。吉木さん、はい、YouTuber です10秒7の選手である以前に YouTuber です、はい、まあそうだね、出れるように頑張ってたんだけど今回ちょっとスルーさせていただきます。わかりました。まあ僕は納得ですね。出ても出なくてもいいかなって思ってたんですけど、ほんと10秒9とか10秒8で終わるぐらいだったらもうしっかり自信持って俺10秒今6、10秒5出せるかもしんないっていう状態で挑んでほしかったので、それでいいと思います。俺が目指すのは次自己ベストだもん、ね、うん、10秒台じゃないからね、うん、言ってることかっこよ。また頑張ってきます。はい。応援よろしくお願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。あ、こっちだ。